校を卒業して大学行く前だったと思うんですが、その時に大学行く2、3日前にですね、親父と袋と僕と3人でご飯を食事に行ったんですけど、その時に親父が言われたのが、まあもうお前も大学入るんだから、もう一人前の人間として、俺は今からお前と会いたいするよと。これがやっぱり、僕にとって大きなそのターニングポイントというか、ああ、俺はこれから今から、本当に自分が人間としてやっていかなくちゃいけないんだと。もう親にぶら下がって生きるだけじゃなくてね。それすごく強く、こう、自分の中にインパクトがあったのがその食事の時でしたね。割とこう、経営者の親子って、その家業も含めて、割と、仲が良くないね、ご家庭の方もいらっしゃいますけど、私は今もそうですけど、ずっと仲いいですね。親父が僕を、その、普通の、一人前の人間として見てくれてたっていうのが非常にありがたかったですね。私にとって一番大事なそこでしたね。嬉しかったですね。そういう中で自分が今、まあ、一つのモットーとしてるのは、やっぱり、相手をこう、信じることですよね。だから、うちの親父も当時僕を信じてくれたんだと思うんですね。それはやっぱり自分が今、こう、会社を経営してる中でも大事なポイントですね。だから、例えば部長さんに、ね、取締役の人たち、そういう人に、まあ、心の授業をお願いするよっていうことをお任せしますよね。それを信じてあげるっていうのは、なかなかもできないことだと思うんだけども、言葉で言うのは簡単ですけどね。それを信じきることってすごく大事だと思うんですね。そこをやっぱりその小さな頃から親父と接してる中で一番教えてもらったことかもしれないね。私がこの会社に入ったのが93年だったと思うんですけどね。その時に、休眠会社が1個あったんです。うちのグループ会社の中で。それ1個やれよということで、いきなりポンとそれをさせられて、何でもしろと。これ今でも忘れられないんですけど、初めて僕はその無線工事を図面持って帰ったんですよ。当時のうちの工事部長さんたちに、ちょっとこういう工事でね、できそうなんやけど、見積もりしてくれ。部長さんに、お前何考えとんだと。それ携帯電話鉄塔だったんですけど、これはお前土木工事じゃないかと。どこが通信工事だと。って言われたんです。で、僕はまあそれで皆さんに、ね、携帯電話の基地局やないかと。要するに工事の中身が土木工程が多いかもしれないと。でも我々は通信設備工事っていう看板を上げている以上、携帯電話の基地局一つ作れてどうすんだっていうことで、えらい揉めたことがあるんですけど、で、結局、当時の社長にお願いをして、やらせてくれと。で、手掛けたんですけど、いや、本当居場所なかったですよ。バカ息子がそんなことしやがってぐらいに思われてるのかなっていうね、意識もありましたし、これを自分がその、有線もできるんだったら無線もできるはずだって言ったこと自体が正しかったんだろうかっていうことすら悩みましたね。まあ、うちの会社の一つの創業者である会長が作った文化なんですけど、とにかくやってみようと。我々にその、お客さんから申し出があった、あるいはこれやってみるかって言われたことを、断ることだけは絶対に許さんというのが、うちの文化なんです。私が思ったのは、それを一個先取りしようよと。世の中がこういうふうになっていく。たまたまね、いわゆる携帯電話の、夜明け前で、今から出た携帯電話こんなの出ていくよと。それを我々が先取りして、やっぱこうね、地域社会にも貢献しなくちゃいけないし、あるいは業界の中での存在感も確立しなくちゃいけないだろうっていう、どうかね、その自分の素直な思いはやっぱありましたんでね。だから本当3年間って死に物狂いで仕事しましたよ。だから、3年で、まあ、なんとか黒字になったと思うんですけど、やっぱり今の、だから私が、うちの会社の強みっていうのがね、有線もできるし、無線もできるし、ハイブリッドでも何でもやりますよって言えるのが強みだと、それはやっぱり3年間、4年間の苦労が一つの、やっぱベースになってますもんね。大事です。僕のモットーなんですけど、もうコミュニケーションに次ぐコミュニケーションですよね。だから、社員さんとも、地域の皆さんとも、取引先とも、お客さんともね、やっぱコミュニケーション取るっていうことが一番大事だと思うんです。それも双方向でね。自分のメッセージだけをこう発信するんじゃなくて、やっぱ、それぞれの、方々の話を聞くっていうのはすごい大事なことなんですね。だから分かって、自分たちの会社はこうだ、俺たちはこういうことをやりてんだということを分かってもらおうと思うと、
まず相手を知らなくちゃいけないんですよね。理解しようとする心がけ。これ持たなくちゃいけないと思うんですけど、で、創業者の、この会社を作った思いとか、そういうものが僕が素直に受け止めれたのは、やっぱコミュニケーションだと思うんです。それは、こういう上から目線のコミュニケーションとかじゃなくてね、ちゃんと、その場その場の水平なコミュニケーションを取っていくのはものすごい大事ですね。だから、私がそういうのを持てたのは、親父との親子関係、まさにコミュニケーションに次ぐコミュニケーションでしたからね。これが僕の中に自然になってますし、だから今の自分があるんだとも思ってます。我々のブランドの価値はもう絶対に安全と安心。これがまず第一ですね。それから、やっぱり先ほど私言いましたけど、やっぱりこれだけ世の中もずっと流れていく中で、やっぱ柔軟性ってすごい大事だと思うんですね。柔軟性を持ち続けるということ。で、それが僕、お客さんから見た信頼だと思うんですよね。だから一心ブランドっていうのは一言で言ったら信頼。信頼される、信用されるということなんですけど、その信頼信用を得るためには何をすべきなのかって言ったら、やっぱり安全で安心だと。医師に任せたら絶対に事故もしないよ。品質もね、いいから安心できるよ。これがまず一番だと思うんですよね。それともう一つは、やっぱりお客さんが、こう、机の上にこれどうだいって出す前に我々が提案できる。そのフレキシブル柔軟性ですよね。これがやっぱり、現在模索中ですけど、絶対やらなくちゃいけないことだと思ってるんです。僕がずっと言ってる、まあこれ、今後のうちの会社の一つの社員像ということにもなってくると思うんですけど、僕も含めてですがね、絶対に必要なことってこれだよって言ってるのが、これ僕の造語なんですけど、人間力と能動力っていうことでずっと言ってるんです。部長さんや課長さんは、やっぱりその自分の部の社、ね、社員の皆さんとかそういう人に、ちゃんと認めてもらわないと、部長の言うことも課長の言うことも聞いてくれないよって俺は言ってるんですよね。そのために、まず自分が個人に人に書いた時に何しなくちゃいけないかって言ったら、人間力を磨けと。だから僕言ってるんです。PTA でも子供会でも、ね、あるいは地域の行事でも、どんどん参加しなさいと。ね、うちの、要するに会社に勤めて帰って家をおるだけじゃ、これはもういつまでたってもいいのか、なんか変わずだと。例えば事故を防ぐこともそうなんですけど、やっぱり自分が常にそういう緊張感を持ち続けるかどうか、ね、持ち続けて、やっぱり現場に入ることができるのかどうかとか、あるいは、部門間でね、一緒に事業をやっていくときに、ちゃんとそういうコミュニケーションを取れるのかどうか、うまいコミュニケーションを取ろうと思うと、やっぱり自分を磨かなくちゃいけないんですよね。もう一つは、能動的に動く、能動力と僕は言ってるんですけど、自分が与えられたこと、役割をただこなすだけだったら、これは作業だと。仕事をしてくれと。仕事っていうのは、自分のやるべきことを終わって、そのプラスアルファ、次何かをやった時に初めて仕事って呼べるんだと。例えば、俺の今日仕事早く終わったから、君の隣の仕事手伝ってあげるよと。これをやって初めて仕事したって言ってくれって僕は言ってるんですね。そこはやっぱ自分が能動的にやらないとダメだと。だから人間力を磨く。ね。それから能動力っていうのをつけろと。これは僕もです。僕は人間力と能動力が、僕は今、付加価値の向上だと。こういう、僕は、皆さんにいつも。特に去年から現場にそればっかり言ってますが、それがうちの会社全体になってきたときに、皆さんがそれをやったら付加価値の集合体になるんだ。お互い人間力はね、向上していかないといいコミュニケーション図れません。能動的になってこそ相手は認めてくれるんだよね。ありがとう、感謝のある。それが付加価値です。付加価値の集合体になろうよっていうのが今僕が皆さんに言っている一番大きなメッセージです。